こんにちは、みゆです。今回は瀬戸内で1泊2日の島巡りをしたいと思います。めっちゃ楽しみです。行ってきます。到着しました。ではこれからはあるものを借りて移動していきたいと思います。楽しみだな。海の駅シーサイドマート多摩の魚市場にやってきました。ではでは早速行ってきます。ご飯いっぱい食べる？次の作品はじゃんじゃんじゃんじゃじゃーん。ドーナツカフェ花丸子さんにやってきました。行ってきます。かわいいドーナツをゲットしました。イエーイ。
後で食べたいと思います。船に乗れました。よかった。遅れたらどうしようかと思いました。島に到着しました。島だ。京都なるつつじ荘に到着しました。海が綺麗。見て見て、海が。ピスタチオラズベリー味です。いただきます。夜ご飯を食べに宮浦港に戻ってきました。見て、綺麗だよ。夜ご飯はエビスカモさんにやってきました。お腹空いた。行ってきます。
ご飯屋さんのお姉さんと盛り上がってしまい、パスを逃してしまいました。マジか。タクシーで帰れることになりました。お風呂入れる、よかった、本当に。はい、ということで1日目はこんな感じで終わりたいと思います。明日は犬島に行ってきます。楽しみです。ではでは、おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝です。今から船に乗って犬島に行きます。ではでは、行ってきます。イエーイ。に到着しました。イエーイ。ちょっとだけ船酔いました。早速パート巡りをしたいと思います。犬島ってなんで犬島なんだろうな。説明してもらえて嬉しい。え、食べ物かな。これはお家かな。素敵だ。次は西職人の家。
スみたい。あれが多分伊根島精錬所跡。道間違えました。こっちじゃなかった。虫がでかい。虫がでかい。チケットセンターに戻ってきて併設のカフェにやってきました。ご飯の後は犬島暮らしの植物園に行ってきます。あ、こんにちは。返してもらえた。植物園の後はさっきちょっとちらっと出てきた精錬所の美術館に行ってきます。あちり犬島精錬所美術館にやってきました。かっこいい。撮影禁止だったのでひたすら海を見て過ごしました。バス停に到着しました。このバスに乗れば岡山駅まで1本で連れてってもらえるみたいです。
きい建物見ました。到着岡山駅。こんな感じで1泊2日の瀬戸内島巡り終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。